こんにちは、カノです。今日はですね、高品質な、マフラータオルの作り方、どこで作ったらいいんだろうっていうことをね、ちょっと説明させていただきたいと思います。これがマフラータオル、染料プリントのマフラータオルってやつなんですけども、実を言いますと、染料でプリントできる工場っていうのは日本全国でやれるのは、こういったタオルですね、やれるのは今治なんですね、四国の今治。実は先週でも若干やることあるんですけども、やっぱりここまでの品質ができないんですね。やっぱり一番うまい、一番、うまく作れる、でコンサートでよく売ってるような物販されてるようなものっていうのは今治のものが多いんですね。今治のものと中国もの、二大産地みたいな形になってるんですけども、そういったことが多いです。で今治で作る場合なんですけどもね、やっぱり工場によって得手不得手があるんですね。得手不得手があります。だからその辺をね、熟知している業者さんじゃないとダメなんですよね。よく自分のとこでプリントしますよって言われるとこあるんでしょうけども、それは今治じゃなかったら染料プリントじゃないですからね。必ずそこから、染料プリントの場合はそこから今治の方で作ってもらって、その方が売るっていう形ですね。自分とこの自社工場で染料プリントやってるとこでないんです。だからその辺をね、うまいことこう、よく聞いてですね、やってもらわなかったら、そのうまく、綺麗な染料プリントが出来上がってきません。なので、そのあたりよく分かってる業者さんに聞いてください。もう私どもの場合でしたら、その辺、ちょうどあなたとかね、業者さんじゃない、工場じゃないところに近いところにいてますので、一番その要望をお聞きして一番いい工場をあてがうとかいうことはできますので、ぜひその辺ね、相談してみてください。この後のフリーダイヤルからかけていただいたら全然間違いないですよ。よろしくお願いいたします。